よし、今日は推しの卒業公演だ。推しの最後の姿を目に焼き付けるぞ。本日は私のアイドル卒業公演にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。やっぱり寂しい。やめないでよ。私にはどうしても叶えたい夢があるんです。その夢叶えるまで一生ついていくぞ。私は絶対アメリカの大統領になる。夢は夢でもアメリカンドリーム。その一歩として清川村の村長選挙に出ます。神奈川県唯一の村かよ。そこアメリカに行け。私がシジキバンの皆様と過ごした時間はかけがえないものでした。シジキバンっていうのはファンって言えよ。そして全国各地を回った政治資金パーティー盛り上がったな。全国ツアーの楽しい思い出が消えられちゃうだろう。そしてアイドルをやめようと思ったきっかけがもう一つあるんです。あ、そんなに悩んでたのか。体力の限界で千代の富士かよ。普通の女の子に戻りますとか可愛い夢してよ。そこはアイドルをやっていて思い出が走馬灯のように蘇ります。まあいろいろあったからね。一番の思い出は、あ、やっぱ武道館でライブしたことかな。花田正治氏のちゃんこ屋で開催したオフ会です。また相撲出たかよ。まあちゃんこダイニングはかな。みんな相撲が好きで、まあ相撲方がオフ会だったからね。貴乃花親方の話で盛り上がったよね。いやいや、花田正治氏のお店で一番しちゃいけない話だろうが。みんなが楽しんでくれてさ、もう一度やったよね、赤からで。敵になったんだな、花田正治氏のお店な。そして大好きなパパとママへ。高校娘だ。パパはね、私にいつも輝いてほしいと言ってくれてさ。いいお父さんだ。ヴィトンやシャネルをプレゼントしてくれたんだ。いや、それ違う意味のパパだよね。そして大好きなママへ。どんなお母さんだったんだろう。有名プロデューサーやヒルズ族の社長を紹介してくれてありがとう。いや、高級クラブのママでしょ。パパ紹介しちゃってるよね。私はこれからも金だけを信じて頑張ります。いや、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。